皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。あのね、貸してくれた20mm の F1.4DGDN をお借りすることができました。これはまだ発表されたばかりで、これから発売される予定なんですけど、今日はこのシグマの 20mm の F1.4 のレビューと、それから実際の星空画像ですね、お見せしたいと思います。それでは行ってみましょう。今回発売されたのはソニー E マウント用とライカ L マウント用です。だからシグマ FP とか FPL 使ってる人もこれ使えますし、私の場合はこのパナソニックルミックス DCS5 を持ってるので、これに適合します。じゃあちょっとね、つけてみようと思いますよ。はい、実際装着してみるとこんな感じのサイズ感でございますね。結構ね、こうコンパクトめに作ってきたなっていう感じしますよね。こちらの 20mm の F1.4 なんですけども、成形写真向けに作られたってもうシグマさんが公言してるんですね。星を撮る人にとにかく使ってほしいと。ということで、まあ、それって私ですよねっていう話なんですよね。で、実際このレンズのどこがその星向けなのかっていうのをちょっと確認していきましょう。はい、それでは、各部を見ていきましょう。このスイッチ関係から見ていきましょうか。これ L マウントなので、ソニー E 用とは若干仕様が異なる部分もあるらしいんですけど、まずここですね、クリックって書いてます。クリック、ここがオンオフあって、オンにするとこう絞りがこう段階的に変わっていくと。で、クリックをオフにするとこうクリック感がなくなるんですよ。スムーズな描写の変化を動画撮影で行うことができると。で、次これ新機能じゃないですか。こちらが MF ロック、マニュアルフォーカスのロックですね。星の写真の時って一回ピント合わせたら基本的にそのままなんですよね。だからそこからピントがずれてしまっては困るんですけども、マニュアルフォーカスのロックをしておけば一回ピント合わせた時はピントがずれないと。だからこの上からレンズヒーター巻く時も、ピントがずれることがないってことですね。で、こっちが AF ロックになります。で、まあ AF ロックはオートフォーカス中にこのボタンを押すと、そのオートフォーカスのに合わせたところをロックして操作することができると。で、こちらがオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えになってます。これちょっとこのレンズの特徴なんですね。レンズヒーターリテーナーってやりますけど、ここのところにちょっと段差がありますよね。レンズヒーターをつけるときにここが引っかかるようになっていると。で、ここにレンズヒーターありますけど、こういう布製のタイプであれば、ここをねこう引っかかりにしてこういう風に巻きますよということですね。で、この時にもうピント合わせを済ませていれば、この MFL マニュアルフォーカスのロックをしておけば、こうやってレンズヒーターを巻いた時にピントが不意にずれるっていうことがなくなります。もしくはですね、こういう電熱線タイプのレンズヒーターを使っている方であれば、まあ確かに巻きやすいですよね。こういう風に引っかかりがあるから、レンズの前玉にこうやってくっつけてね、レンズフードを装着して、まあ、前玉をレンズの前玉を効率的に温めることができると。これなかなか活かした配慮ですよね。まあ、星の写真撮ったことない方はわからないと思うんですけど、レンズめちゃめちゃ曇るんですよ。特にその夏とか秋とか湿度の高いシーズンは本当曇るんですね。そのレンズが曇る仕組みについて知りたい方は、まあ、こちらの動画を見ていただければなと思うんですけど、ちょっとその辺端折って説明しますね。星空向けって言われてるのはやっぱこういうとこなんでしょうね。レンズヒーターを装着することをもう考慮に入れて設計しましたよというところが、まあ特徴なんだと思います。このレンズの前にフィルターが付けられるようになりました。全機種の 20mm の F1.4 はこういう風にですね、レンズの前がもうデメキンレンズだったのでフィルター付けられなかったんですよ。それがミラーレス専用設計になって、こうやってデメキンレンズじゃなくてもね、広角レンズの精度が出せるようになったんですよね。だからフィルターが取り付けられますと。全機種の一眼レフ用の 20mm の F1.4 はですね、後ろにフィルターが付けられなかったんで、これ私無理やりつけてるんですけど、今回の 20mm の F1.4 の方にはリアにフィルターポケットがちゃんとついてます。ここもありがたいですね。まあ今ね、このレンズのリアに挿すフィルターっていうのが
ちょっと手に入りにくくなってますんで、なんか他の動画に飛ばしばっかり申し訳ないですけど、そのレンズリアに入れるフィルターが今なぜないのかっていうことに関してはこちらの動画を見ていただければとは思うんですけど、まあそのうちね、新しいレンズリアに入れるソフトフィルターが出てくると思うので、その時にここは重宝するんじゃないかなと思います。はい、動画撮影もやってみました。このレンズ使って、まあ、私もこうやって動画撮ってるんでね、動画撮影でも使えるのかなと思って動画撮ってみたんですけど、オートフォーカスの音はすごい静かだし、マイクで拾うようなことはないですし、さすが F1.4 なんでボケ見とかもすごく綺麗で、でこのレンズねめちゃめちゃ近寄れるんですけど、なんかフードつけてこのフードのちょっと手前ぐらいまで近づいて撮影することができたんですよね。広角マクロっていうんですかね、そういう撮影も楽しめるので、写真でも動画でもいいレンズなんだなっていう印象を今のところ持ってます。ただまあ1点ですね、ちょっと残念だなっていうか、まあしょうがないのかなと思うんですけど、フォーカスブリージング、そのフォーカス動画撮影でフォーカスを合わせるときにちょっと画角が変わるっていう現象は若干あります。ただそんなに気にならないっていうか、いや気にならないわけじゃないんですけど、まあ少なめかなっていう感じだった。まあその点はマイナスポイントになるかもしれませんけども、総じてまあいろんな用途に使えるレンズなんだなっていう感じですね。あとはですね、描写性能ですよ。 F2.8 でいい結果が出るならそれは以前とあまり変わらないし新しめもないんですよ。だから F1.4 でね、開放の F1.4 でいい結果が出せるのかどうかっていうのが私はこのレンズのポイントだと思っています。じゃあ実際に画像ですね、見てみましょう。いっす。じゃあ撮った写真見ていきましょうか。こいつでね、このルミックスの DCS5 とシグマさんの20の F1.4 新商品のレンズで撮った画像がこちらでございます。はい、十分な作例が撮れてるわけじゃないんですけど、とりあえずレンズの性能が分かるものは撮れたと思いますんでお見せしたいと思います。あ、ちなみにこの写真私見るの初めてです。この写真見るの初めてです。まずですね、これが、感度1万 F1.4 2.5mm ですね。じゃあちょっと見ていきましょうね。今お見せしているデータは F1.4、F2、F2.8 で取り比べた周辺原稿ですね。で、これが F1.4、F2、F2.8 で、一応ですね、この右上のこのヒストグラムですね、この部分が同じになるような感じで若干明るさ整えてます。はいですね。で F1.4 だとやっぱさすがに周辺原稿っていうか、まあこれはしょうがない、周辺原稿って呼んでいいのか分かんないですけど、中心に合わせて光がちょっとモリッとなってるのがあります。で F2 になると随分改善するね。この F1.4 と F2 の周辺原稿の改善ぶりがすごいですね。で F2.8 になるともうほとんど周辺原稿なくなりますよ、これ。すごいね。すごいです。で、実際の画像を見てみましょうか。F1.4 の時の中心像ですね。私のピントの合わせ方がちょっと甘いのかもしれないですけど、まあ、若干ですけど、パープルフリンジっぽいのは出てはいますけど、でもこれ消えるんですよ、フリンジ軽減で。まあ、ほぼこれ消えますからね。で、ただこれ、すごい鋭くない？これ中心像ですけど、ちっちゃいの星ね。で、右上見ると、マジか、これ F1.4 ですよ。200% で見てんだよ。あら、いや、なんか期待通りっていうか、期待以上ですね、これね。はい。で、周辺と、はい。で、なんかこうやって拡大してみるとちょっと鳥が羽広げてるように見えますけど、これ 200% ですから、 200% 200% で写真鑑賞する人ってなかなかいないですからね。だから 100% で見るとまあほぼ点ですし、あのね、すごい好印象だなと思ったのが、星の写真で自分がすごい嫌なのって、まあ、周辺の星がビヨーンと広がるのもそうなんですけど、サジトロコマフェアね、コマ周差が出るのもそうなんですけど、周辺に行くにしたがって星が大きくなるっていうのも結構嫌なんですよ。これ真ん中と周辺の星の大きさって全然変わんないですよね。全然変わんないですよ。まあ周辺が
コマ修正がなくて丸く写っててもちょっとぽっちゃりして肥大して見る写ってるとやっぱこう大きい画面で見たりとか、あとは大きくプリントした時になんか周辺に行くに従ってわさわさするなっていう感じがこうなんていうかね出ちゃうんですけど、これ真ん中も周辺もそんなに点の大きさ変わんないじゃないですか。めちゃめちゃ好印象、まあ自分が体験した中でですよ、は間違いなく現存する広角レンズの部類では最高性能なんじゃないですかね。すごいレンズ作ったね。しかも小型でちっちゃいからね。さすがに感動しますわ。ここまで来るとこの F1.4 のレンズの魅力っていうのが、まあなんでこんな自分が F1.4 にこだわるっていうか、まあ憧れてるかというと、あの自分の本にも書いたんですけど、自分の本ね、この星空撮影塾っていう本にも書いたんですけど、どこに書いたっけな、あの NPF ルールっていうのがあるんですよ。赤道儀を使わないで星を点に写す方法っていうのって、まあいくつか説があるじゃないですか。もうだいぶ昔からあるのが500ルールってやつですけど、まああれってもう20年ぐらい前の話で、当時と違って画素数めちゃめちゃ上がってるから全く参考にならないんですよ。本当にざっくりルールで、でしかも東西南北で星の動きが違うから本当に当てにならないんですよね。本当にざっくりルールなんですよ。まあいろんな方がですね、この星を点で撮れる秒数はあのうんぬんかんぬんっていういろんな説を持って撮影にトライされているんですけども、実際にその詳細にその星が点で撮れる秒数を計算するには、この星空撮影塾の41ページに書いてある NPF ルールっていうのが最もその近いというか最適解だと思うんですよ。最適解というか、まあ、これが正しいんでしょうね。あの要はですね、センサーサイズ、レンズの F 値、焦点距離、向ける方角に合わせて適正なその星が点で撮れるシャッタースピードって変わってきますよと。で、あの NPF ルールを調べるのにちょうどいいのがあのフォトピルズっていうアプリなんですね。このフォトピルズのスポットスターっていう機能を使えばこれは簡単に表されるんですけど、例えばね、このフォトピルズを開いて、これもフォトピルズを開いてですね、でこのスポットスターっていうところを見て、今もうこれ設定しちゃってるんですけど、ルミックス DCS5 のセンサーサイズで 20mm で F1.4 で、でまあ方角がどこでもいいときはあの0にしてくださいねっていう風になってるんですね。でこれで詳細か、デフォルト、星がの跡が目立たないほぼ天井、それから詳細が大きな印刷向けっていう2種類が選べます。でまあ詳細にしておきましょう。より厳密な、計算式はどうなるかっていうと、ほら NPF ルール 5.36 秒って出てくるんですよ、まあ、古典的なルール、500ルールだと25秒なんですけど、っていうことが分かる通り NPF ルールって実現不可能だと思ってたの私。厳密に言うとそういう数値が出てくるけど、でもそれって現実的じゃないよねっていうのが NPF ルールだと思ってました。でもね、こういうレンズ F1.4 の開放で撮れるレンズ、それから、感度がまあ1万とか1万2800とかそういうので、使っても、まあ、ノイズレベル的になんとか補正できるっていうそういうカメラが出てくると、この NPF ルールがね現実的なものになるんですよ。これがねやっぱ自分としてはなんていうか憧れてるじゃないですけど、ついにそんな時代になったかと、ついにそんな時代になったかというか、そんな時代がやってくることがあるんだなっていうのが正直なところですよね。だからそういうインパクトがこのレンズにはありました。はい、ということで星撮る人、今これまだソニー E 用とライカの L 用 L マウントしか2種類が出てないんですけど、今後ねまあユーザー数とかにもよるのかもしれないですけど、まあ自分が使ってるニコン Z 用とかさ、あとキャノン RF 用とかそういうマウントも出てくれるといいですけどね。いやとりあえず私はこの組み合わせで頑張りますわ。一生懸命いろんなものを撮りたいと思います。というかこの組み合わせでしか撮れないものがあるっていうのが今自分の頭の中にはあるんで、活用していきたいと思います。はい、というわけであのレビューだったんですけど、なんかちょっと無駄に熱く語ってしまいましたね。今日の動画は、ここまでになります。皆さんもこの SIGMA の 20mm の F1.4 ですね使って、ぜひ
新しい成形写真の撮影にトライしていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。ふう、シグマさんありがとう。